ネバダはアメリカ海軍のモニター艦、アーカンソー級モニターの一隻。艦名はネバダ州にちなむ。当初はコネチカットの艦名で、1899年4月17日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1900年11月24日にグレースブーテレによって浸水し、1901年1月にネバダと改名。 1903年3月5日に、艦長 T.B. ハワード中佐の指揮下収益した。1909年3月2日、ネバダは戦艦36号にその名を譲るため、トノパーと改名された。トノパーは、大西洋艦隊潜水艦部隊に母艦として、配属され、1918年1月まで、東海岸、マサチューセッツ州から、フロリダ州、 キーウェストまでの範囲で活動した。その後短期間バミューダに配属され、2月にサンミゲル島のポンタデルガダでの活動を命じられた。2月から12月まで、トノパーはアゾレス諸島海域において、潜水艦 K1、K-2、K-3、K-5、E-1 を呼びく戦艇とともに、作戦活動に従事した。12月にリスボンへ栄光され、 帰国後1920年7月1日にフィラデルフィアで退役した。トノパーは1922年1月26日に他の官邸と共にフィラデルフィアの J.G. ヒトナー社に売却された。ありがとうございます。